ん？あ、扉？中場のお店。ちょっと待って、見えんって。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。え、ってことで現代で妖怪たちの呪いを解こう。完治の家。完治の家で呪い解いたんやっけ？呪いを解こうはわかるんやけど、細かいことを忘れているな。挑戦中。え、この辺があれよね。その、何やった？呪いを解かんといかん妖怪たちってことよね。え、なんかめっちゃおるくない？そんなにおった？発見カラカサお化け、発見九段、発見人形、発見カッパ。え、待ってくれよ。なんか獣村いっぱいおるな。ってことは獣村に行かんといかんのか。発見カラカサお化け、海馬によって維新された古典妖怪たち、呪いが弱まった現代で石化を解こう。牛乳瓶の蓋に書かれている朗報によると、獣村の木内山のどこかでカラカサお化けが石になっているらしい。よし、じゃあこれ行くか。はい、到着。で、え、待って、青い旗の方やっけって思ったけど、旗のマークじゃなくて鍵だな。待てよ、今私は C ランクへの挑戦をしているのか、もしかして。あ、そういうわけじゃないか別に。はい、なんか私はいろんなことを並行してやっている。これも一応調子の運転手に報告しに行こうやもんね。もうかん、あ、そっか、完治の家はなんかあれか、サブクエみたいなやつやりよったんかな。なんかそんな気がするわ。なんかリモコン隠しがどうちゃらこうちゃらみたいなのしよったもんね。あれか。あ、そういえばお寺もなんか書いとったね。先お寺の方行こっか。そっちの方が近そう。どうも。何？珍しい石を探しとるって？おお、だったら九段石はどうじゃ？九段石？あ、わしが子供の頃からこの寺にある牛みたいな形をした石じゃ。もしかしたらその石、九段かもしれませんね。まあ、もしかせんでも名前的にそうやろうね。じゃがチーッと来るのが遅かったの。その石は今ここにはないんじゃ。え？どういうことですか？バッチ当たりな化け物がここから持ち出していきおったんじゃ。おお、いたずら？え？それじゃあどこに行ったかわからないんですか？いや、場所はわかっとる。見つけてくれた方から連絡があっての。最近桜ニュータウンにできた、遠いって桜エクセレントツリーとかいう高い塔じゃ。なんでそんなところに？わからん。その謎が解けずにみんな頭を抱えておるんじゃ。誰かが九段を救おうとしている？冬にゃんか。あそこまで運ぶのも一苦労じゃろうに。まったく困ったいたずらじゃわい。高い塔は桜木駅の近くにあるそうじゃ。電車でも使ったんかの。アイラちゃん、手がかりです。桜エクセレントツリーへ行きましょう。うん、おじいさんありがとう。あ、ここに雲外鏡が。あ、なるほどね。妖怪のマークあるなと思ったら雲外鏡か。ペローン、見つけていただきありがとうございます。いや、助かる。私の鏡の世界を通れば遠いところにもひょっとびでございます。よし、これで桜ニュータウンつった？ワープします。この階段上がればいいんか。おお、わ、すげえ、なんか景色変わった。あ、これこれこれ、今が何時か知らんけど子供たちもおるし、てかキャラクターちっちゃ。え、中に入ってるのは子供ですか？もしかして中身とかいうのはいないのか。いやー、かわいい。この微妙な動きがたまらない。お姉さん、子供じゃねえのか。僕にはこいつの可愛さがいまいち理解できない。
ちょっとなんかあれだな、キャラクターたちの大きさがよくわからないな。小学生ぐらいの子供たちかと思ったけど、お兄さんお姉さんらしいわ。エクセレントくんか、名前エクセレント。なんかステッキ持ってた。いや、こっちは大人やなって思うけどな、あっち子供にしか見えんかったけどな。ピンク色に輝くエクセレントツリー、こりゃロマンチックだね。ピンク色のライトアップは桜の花をイメージしてるんだって。夜空に咲いた大きな桜の木ってちょっと素敵だと思わない？こないださ、ちょっとイベントごとというか、行ってきたんや、お、雲海鏡やん。行ってきたんやけどさ、この季節にも、めちゃくちゃ着ぐるみで、活動しよる人がおってさ、めちゃくちゃ大変やなと思った。待って、土の子。なんかそのイベント見よったお客さんとかもさ、めっちゃなんか捕まえた？やったやん。いや、そう、お客さんたちもさ、めっちゃなんか熱そうみたいなんよった。ツチノコの里見発見伝。キュピーン、僕を見つけるなんて君は幸運だね。今まで何回も見つけたんだ、捕まえられなかったけど。そんな幸運な君にとっておきのこれをあげちゃおう。穴に戦闘に突入してツチノコゲットできるとかじゃないんや。土の子の玉を手に入れた。何？土の子の玉。つって書いてる。もしかしたら君ならその玉を。何？もしかして7個集めたらとかそういう感じ？まあこの話はいいか。それじゃあね。よくないんですけど。あれ？まだ何か落ちてる。ち、土の子のメダルとかじゃないんか。紫コインを手に入れた。まあ。で、壮大な音楽がなくなった。何？土の子の、ん？何やったっけ？土の子の、土の子の玉？これか？違った。大研究室ダメだった。どこ？どれ？これか。土の子からもらった謎の玉は全部で8やった。1個多いな。すべて集めると？土の子が仲間になるんやないん？知らんけど。そう、これは一体いつ取りに来るんだい？開けずに頑張ってるんですけど、私。開けた誘惑に駆られながら。桜エクセレントツリーの中でいいんかな？うわぁ、なんかいかにも、取り憑かれてる人が。何？ワープ？なんか、でかくなりました？気のせい？気のせい？外絶対ちっちゃかったよね。子供サイズやったと思うんやけど。エクセレント。なんかちょっと元気ない？エクセレントくん、こんな夜遅くまで大変だね。うん、リアル。このエクセレントくん、なんだかちょっとお疲れ気味なんじゃない？ほら、やっぱり。ねえ、元気ないよね。上の階の展望台に行きたいって？あー、ダメダメ。今このエレベーターは点検中なんだから。それっていつ頃終わるんですか？どうだろう。実はこの3つのエレベーターのどれから点検すれば早く終わるかで迷っててさ。その迷ってる時間無駄。左から手をつけるべきか、それとも右か、はたまた真ん中か。妖怪のせいやな。今は答えは出せないな。とりあえず保留で。保留ってどういうことですか？その返事も今はできないな。保留で。どうも様子がおかしいですね。妖怪ウォッチで少し調べてみましょうか。竜の妖怪かな。そんな妖怪おったんかな。古竜っていう妖怪か。おらんくない？どこどこ、こっち。あ、なんか今うっすら見えた。うっすら見えた。すでに君か。妖怪を見つけた。そのまんま、そのまんま保留や。おやおや、見つかってしまったか。イスパー、この妖怪は何て言うの？ちょっと待ちよ。あれですよ、あれあれ。そう、この妖怪は保留。何事もすぐに決断できず保留、先送りにしてしまう竜の妖怪です。妖怪不祥事案件でいうところの夏休み宿題するのを保留にしていたら最後の日が恐ろしいことに、です。エレベーターの点検が終わらないのは保留、あなたの仕業なのね。
正解というか不正解というか、今は答えられんの。とりあえず保留で。へえ、何それ。ちょっとあなた、人様のご迷惑だからささっと道を開けなさいよ。考えとくわい。でも今はとりあえず保留で。ムキー、もう話になりませんね。こうなったら力ずくで通りましょう。うん、そのバトルも保留にしたいの。ダラダラしよるように見える。保留。あ、一体だけ間違えた。めちゃくちゃ回そうとした。とりあえず保留で。だらけてんな。チクチク肉球。そう、倒せるかと思ったけど、でも謎で多くない？地味な一発。結構体力あるね。ほっ、おーっと、やっつけた。いつもさ、なんかこっちがいろいろしよる間にも向こうなんか勝手に戦いよるけんさ、ちょタイミングがね。よくわからんタイミングで終わるんよね、戦闘が。まあでも同時進行で勝手に戦ってくれるのはありがたいけど。やりましたね。これで点検作業の方も進みそうです。エレベーターへ戻ってみましょう。 OK。 エレベーターの点検ってあとどれぐらいかかりそうですか？点検？ああ、それならもう終わってるよ。え、早っ。点検してみると意外と簡単な作業でね。ほんと、どのエレベーターから点検するかで悩んでいたのがバカみたいだよ。ちゃんと記憶はあるんよね。なんだかな。ま、結果オーライということで、九段を探しに上の階へ行きましょう。人間が移動させたんかな、妖怪かな。おー、ちゃんと景色が見れる。話はできないのね。こっちのことは見るけど。びっくりした、外に出てきたんかと思って。なんか大量にいますね、エクセレントくん。エクセレント元気だな。やっぱあれか、お、なんか妖怪が。普段かな。1階のエクセレントくんは働きすぎであんな感じになったんかな。この辺。お、え、ん、ここか。え、何、何も見えないんだけど。何、何がいるの。え、全くわからん。何があるん。ん、あ、扉。中花を見つ、ちょっと待って、見えんって。見えんって。これ店の中におるってこと。そういうことやな。見えてないよ。あ、いたいたいた。なるほど。ん、ちょっと長花かなって思った、音が。熊の置物があったってことかな、ここに。お土産、何を買っていったらいいかな。なあ、君も一緒に考えてや。オッケー。お、ほんま？それやったらワイが考えてるお土産候補聞いてや。まず何と言ってもお土産の定番は食べ物やんな。疲れた時に食べれば体力を回復することもできるし、他の妖怪にあげれば友達になってくれやすくなるからな。食べ物が一番喜ばれるっちゅうのはワイも重々わかってんね。ただな、あんまりベタすぎるのも面白くないやんか。そこで登場するのがスタミナムや。お土産で栄養ドリンクもらうっちゅうのもなかなかオツなもんやと思うねん。普通そこら辺走り回ったらすぐ疲れてぜいぜいなるやろ。スタミナに気使って走るのしんどいやんか。スタミナも飲んだら何ぼでも走り回ることができるからな。使ったことないけどそういう使い方やったんや。へえ。こんなええもんなかなかないで。ただな、スタミナムは人間専用で妖怪には飲めへんからな。他にパンツ効いてるもんといえば身代わり人形とかええかもな。身代わり人形は便利やで。時間なくて急いでんのにしつこく絡んでくる妖怪とかおるやん。戦いたくもないのにバトルになったら鬱陶しいやろ。そんな時は身代わり人形がめちゃくちゃ便利や。妖怪が身代わり人形に気を取られてる隙に逃げられるからな。それ 100% なんかな。よしって決めた。今回のお土産は身代わり人形にするわ。まあお土産渡す友達なんていないんやけどね。うん、自分へのご褒美ってやつ。ほな、そういうことで。どうもどうも。エクセレントくんグッズとかいいんじゃない？この座っとる人形いいやん。
いや、立っとる方が可愛いかな。この大きい立っとるやつがいい。あ、これか。思ったよりちっちゃかった。もっとでかいの想像しとってんやけど。普段。ふふふ、ここは私にお任せあれ。石化と消える。さあこれで普段復活。おお、来た来た。どうも。普段の呪いが解け、元の姿に戻った。おっほん、これが石化とケールの実力です。どうも。もう君たちが来るのずっと待っていたもん。え、我々を待っていた？どういうことですか？僕には予知能力があるから、君たちが来ることも知ってたんだもん。自分が石化するってことも分かっとったんかな。ここまで来たのは文明を助けるためだもん。うん、だったら話が早いね。普段よろしく。こちらこそよろしくだもん。あれかな、妖怪ウォッチのランクアップするのは、あの人魚のとこに入るためか。あっこなんかロックかかっとったよね、確か。普段と友達になったってことはランクアップませんといかんのか。すぐに、とりあえず今現代におるけんランクアップいくか。え、調子どう？ワープできたっけ。妖怪大辞典の封印が一つ解かれた。しかしなぜ普段は獣村からこんなところまで運ばれてきたんでしょうね。ももも？何言ってるもん。ここには自分で来たんだもん。え、石化してても動けるの？え？この塔のことをコマさんっていう旅の妖怪から教えてもらってきたんだもん。桜ニュータウンって町には門芸高い塔があるずらーって。にゃ？でも普段は呪いで維新されているんじゃなかったにゃ？でも近頃は呪いも解けてきて、少しの間だけなら自由に動きたんだもん。え、じゃあみんなもそんな感じ？でもさ、この塔まで来た時に力を使いすぎたせいか石になっちゃって、君たちが来るのも知っていたから休むついでにここで待っていたんだもん。そうなんだ。それじゃあ僕の力がいる時はいつでも呼んでくれだもん。ふう、随分と遠回りになりましたが、とにかく普段が無事でよかったですね。ってことは普段本人のせいで私はここまで来ることになったんか。せっかく近かったのに。お寺発見、普段バッチリ解決。よし、お大剣剣地玉。大剣剣地玉、こっちお金やったよね。まあ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 、大剣剣地玉にしとこう。あ、待って、家にしてしまった。はい、ボーナスチャンス、イエイ、当たり。素早さのお札を手に入れた。よき。